鶴川団地は東京都町田市鶴川にある住宅団地。日本住宅公団が主体となり1960年代に開発された。首都圏における人口増加を受けて建設された一般賃貸、普通分譲型の公団住宅である。多数の住宅団地を有する町田市において最初に開発された住宅団地でもある。総庫数は店舗付けを含む 一般賃貸型が1682個、普通分譲型が1300個であり、すべて5階建ての重棟で形成されている。玉給料の起伏を生かした重棟配置、玉給料の起伏を生かし、都市的機能を持たせた住みよい団地作りをキャッチフレーズに、町田市内に多くある宿と台地が繰り返される土地を造成して作られた。そのため、団地内には、旧坂、 階段及び崖が非常に多くなっている。特に普通分譲型である鶴川二丁目住宅は最小限の聖地で建設したことから整列していない棟が多く変化に富んだ配置になっている。中心となる鶴川団地センター商店街造成地のほぼ中央部に店舗付け住が平行四辺形状に4棟並び銃湯間の広場を取り囲むように 鶴川団地センター商店街が形成されている。この商店街を中心として、むね南から北東方向に普通分状型である鶴川6丁目住宅及び鶴川2丁目住宅が北西方向に一般賃貸型である都市再生機構鶴川団地が広がっている。鶴川大尾根緑地より北部から鶴川団地を望む左手に広がるのが、 鶴川六丁目住宅右手に広がるのが、都市再生機構、鶴川団地、鶴川団地建設直前の旧、鶴川村域建設中の、鶴川団地センター商店街町田市は1958年に、町田町、鶴川村、田田尾村、境村の4町村が合併して誕生したが、町田町以外の参加村が、当該合併にあたり示した条件の一つに、 損益の都市計画区域への編入があった。そのため、合併後の町田市では、鶴川、忠雄堺の広域な開発による成長な空気と緩和な環境を持つ住宅都市の建設をビジョンとして掲げ、具体的には都市計画の中で公団住宅を誘致し、区画整理を行い、住宅の建設と合わせ地域の開発を行うことが考えられた。 1959年11月には町田市,市議会が日本住宅公団に対して大型団地造成の要望を求める決議を行った。この決議案は全会一致で可決され、翌年12月には促進要望書が町田市から住宅公団に提出された。これを受けて住宅公団は1963年から後、可燃計画となる。 鶴川地区開発を行うことを決定し、住宅公団に合わせる形で、町田市も鶴川土地区各整理事業を計画、同年3月に建設省の認可を受けるに至った。ここに鶴川団地の建設が決まり、翌1964年より造成が開始された。これらの事業は、農賀屋、大倉、広場釜、新工寺の4地区、 およそ35万坪にまたがる広大なもので、計画人口は2万1000人であった。同事業は総工費19億円をもって1967年に完了し、同年12月には、住宅公団南多摩営業所により、一般賃貸型1682個の募集及び入居が開始され、翌1968年5月からは、 普通分譲型1300個の販売も開始された。なお、町田市域では鶴川団地に続いて、富士野大団地や町田山崎団地など、複数の団地建設が行われたが、それらはすべて住宅公団及び、東京都住宅供給公社の自主買収によって造成されており、市が誘致したのは東団地のみとなっている。この鶴川団地の出現が、町田市を 団地都市へと変貌させる契機となった。入居開始からすでに半世紀以上が経過した2020年1月現在、少子高齢化による家庭構成員の減少など社会情勢の変化に加え、原設計が古い住戸が現在の住宅ニーズに合致しないことによる空室率向上などを理由として団地内の総人口は 計画人口の3割ほどとなる約7000人まで落ち込んでいる。子供の転居や家族との私別などによる独居老人も多く、このまま対策を行わない限り今後も減少傾向が続くと見込まれる。都市再生機構によってリノベーションされた住湯そのため、町田市では2013年4月から3カ年にわたり、鶴川団地及び周辺地区の再生に向けて、 鶴川団地居住者、周辺住民、都市再生機構、商店会の代表者による町田市、鶴川団地の団地再生に向けた地域検討会を設置し、団地再生の課題及び方針並びに活性化に向けた取り組みの検討を行った。この検討結果を受け、2016年3月には子育て支援、魅力づくり、高齢者支援を柱とする町田市、 鶴川団地と周辺地区再生方針が策定され、東団地の活性化が図られることとなった。本方針では、ハードソフト両面での様々な対策が行われることになっており、ハード面では都市再生機構による一般賃貸住等の改修や鶴川団地センター商店街の建て替え検討などが、ソフト面では子育て世帯向けの家賃低減策の実施や、 近隣の国士館大学や和光大学との連携による障害学習講座の団地内開催、実地会による高齢者向け見守りサービスの実施などが挙げられている。一般賃貸型及び店舗付け型の都市再生機構、鶴川団地、普通分譲型の鶴川2丁目住宅及び鶴川6丁目住宅で構成される。住湯は店舗付け型を含め全棟5階建てで、倉庫数は 一般賃貸型1682個、普通分譲型1300個である。都市再生機構が管理する一般賃貸型は町田市鶴川5丁目に所在し、店舗付け住棟が同鶴川6丁目に所在する。普通分譲型は同鶴川6丁目及び鶴川2丁目に所在する。なお、入居開始当時の町名はすべて町田市大倉町であった。 住所整理事業により1968年8月1日付で、勘置処分がなされ、現在の町名となった。都市再生機構、鶴川団地一般賃貸型及び店舗付け型。住宅面積は39.95平米から51.04平米。店舗付きを合わせ、全1682個。1967年入居開始。 入居開始当時の一般賃貸型の家賃は、月額1万2千円から1万4千円、共益費、月額850円。鶴川団地センター商店街を含み、鶴川団地の中央部から北西部にかけて立地する。便宜上外区表示を用いたが、一般賃貸型の正式なゴーム雨故障は、5から1から1というように、都市再生機構及びその前身団体では一貫して、 区区による区分は行っていない。な鶴川団地センター商店街店舗付け住湯のみで構成されている6から7街区には各住湯の1階部分に26区画の店舗スペースが設けられており鶴川団地センター商店街が形成されているこのうちスーパーマーケット鶴川団地内郵便局町田市立鶴川図書館が使用している3区画を除いた23区画の 入居者により、商店会たる鶴川団地センター名店会が運営されている。同商店会は空き店舗が生まれると自ら募集をかけるという独特の自治運営を行っており、店舗付け住等の1階部分に入居するためには、商店会の推薦を得た上で、都市再生機構へ申し込む必要がある。このか商店街自らアーケードやコインパーキングを設置したり、機構の反対を抑えて、 桜の食事を行うなど、気候に頼らない商店街として知られている。この自治運営はうまく機能しており、結果として、鶴川団地センター商店街には入居開始以来、空き店舗がほとんど存在しない、普通分譲型。全780個住宅面積は47.99平米から60.03平米。百六十八年分譲開始。 鶴川団地の北東部に立地する。地区中央を南北に縦断する道路を挟んで、西側が8外区、東側が9外区となる。鶴川2丁目住宅普通分譲型。全520戸。住宅面積は48.05平米から78.92平米。1969年分譲開始。鶴川団地の南東部に立地する。 鶴川伊丁通りの南側が11街区、北側が15街区となる。鶴川団地で最も鶴川駅に近い住宅群となる。値上げバスとしてボイコットされた神奈川中央交通、鶴川団地線1970年7月、鶴川団地と鶴川駅を結ぶバス路線を持つ神奈川中央交通が日本初となる深夜バスの運行を開始したが、 普通、運賃の3倍という高額な運賃に加え、定期券の併用も、不可という条件に、鶴川団地東地区自治会が反発し、有志による自家用車での無料送迎を行い深夜バスのボイコットを呼びかける事件があった。さらに1971年1月からは、同月運輸省が、神奈川中央交通に対し賃上げ率50%の 新運賃を認可したことに抗議するとして、東地区自地会を母体に生まれた、鶴川根上げバス反対の会の会員らにより、リースを受けたマイクロバスを用いて、団地と駅を結ぶ、会員制の自主運行バスが、毎日ほぼ終日にわたり運行されるという事態に発展した。この動きに対して、運輸省東京陸運局は、道路運送法違反として、反対の会を、 東京地方検察庁に告発する構えを見せつつ、神奈川中央交通側にも深夜バスの運賃を見直すよう打診を行った。その後、神奈川中央交通より深夜バスは運賃2倍かつ定期券所持者は差額負担にするという方針が示され、これを反対の会が受け入れたことで自主運行バスの運行は取りやめとなった。1972年6月、 鶴川六丁目住宅でバルコニーが落下する事故が発生した。日本住宅公団が点検したところ780個中100個近くのバルコニーに亀裂等が発見されて問題となった。住宅公団は危険な箇所に鉄パイプを当てて急場をしのいだが以後半年近く放置状態となったため、同年12月5日には鶴川団地東地区自治会が 貸し切りバスを借り上げ、自治会員が千代田区区段下にあった住宅公団の本所に乗り込み抗議する事件が起きた。鶴川団地センター商店街に隣接するセンター前、停留所もよりの鉄道駅は小田急小田原線、鶴川駅となる。神奈川中央交通及び小田急バスの手により、道駅と鶴川団地を結ぶ次のバス路線が運行されている。 これらの路線で最も早く開設されたのは一般賃貸型の入居開始日である1967年12月26日に運行を始めたつる11系統である。当時は神奈川中央交通の単独運行であり、現在と変わらず町田営業所所管路線であった。小田急バスが参入したのは普通分譲型の入居が ほぼ完了した1969年のことであり、同時に神奈川中央交通との共同運行及び鶴中に、系統の運行が開始された。小田急バス、町田営業所は開設前であったため、幾多営業所の所管であった。現在のように、町田営業所所管となるのは、同営業所が開設された1983年のことである。同系統で特筆されることに、 日本で初めて深夜バスの運行を開始したことが挙げられる。1970年7月26日より、神奈川中央交通により、鶴川駅23時10分23時30分発の2便が設定された。これは、運輸省が深夜時間帯のバス運行について、バス事業者へ検討を呼びかける通達を出す半年前のことで、鶴川団地の 各自治会からの要望を踏まえたものであった。しかしながら、運賃は通常の3倍と高額で、加えて定期券利用負荷という条件が反発を招き、鶴川値上げバス反対の会による自主運行バスの運行へとつながったこと、その運動の結果、運賃2倍かつ定期券併用化になったことは先日した通りである。なお、設定当初並びに現在は、 神奈川中央交通のみが深夜バスの運行を担っているが、1985年12月から2020年9月までは、小田急バスによる運行便もあった。こちらも、小田急バスとしては、初めての深夜バスであった。そして、入居開始から遅れること10年、鶴川団地東地区自治会の要望に応える形で、1977年8月から、 鶴川6丁目を経由する鶴13系統の運行が開始された。当初より共同運行である。単独区間は少なく、あくまで鶴11系統を保管する系統といえる。残る町50系統は、その名の通り買い物客や市役所利用者の義務を図ることを目的として、鶴11系統を町田まで延伸したもので、1977年10月11日に、 運行が開始された。運行開始以来、長らく町田駅発着であったが、2017年3月より町田バスセンター発着に改められた。鶴川団地自治会が1970年5月に都営バスを町田市に誘致する署名を行っているが、実現しなかった。鶴川団地の造成に伴い、百六十四年に町田市教育委員会が中心となって、 鶴川遺跡群発掘調査が実施されている。この調査では、石器時代から平安時代までの遺物が発掘されているが、特に多く見つかったものは縄文時代のものであり、中でも鶴川遺跡群自地点からは縄文時代中期の住居跡が43件発見されている。同地点では、蛇体門様の深鉢や有効つばつけ瓦家、土偶や奴隷などが出土しており、 縄文の宝庫と言われる、玉丘陵らしい遺跡と言える。それに対し、弥生時代以降の遺跡は、格段に数が少なくなるが、鶴川遺跡群へる地点にて、弥生時代中期の住居跡が発見されている。稲作に適さない、玉丘陵において、弥生時代住居跡の数少ない出土例である。 読売新聞1967年9月28日長官 P23 入団地鶴川住宅我が町大倉町田市大倉町長内会2008年 P43 我が町大倉町田市大倉町長内会2008年 P42 我が町大倉町田市大倉町長内会2008年 P42 我が町大倉町田市大倉町長内会2008年 p 四十二わが町大倉町田市大倉町長内会二千八年 p 四十二読売新聞九百六十七年九月二十八日長官 p 二十三入団地鶴川住宅鶴川団地入居案内日本住宅公団南多摩営業所九百六十八年ピアニッシモ一から四わが町大倉町田市大倉町長内会二千八年 p 四十三 町長別世帯数人口表。町田市。2020年11月3日閲覧町田市、鶴川団地と周辺地区再生方針。町田市。2020年11月2日閲覧町田市、鶴川団地と周辺地区再生方針。町田市。2020年11月2日閲覧町田市、鶴川団地と周辺地区再生方針。 町田市、2020年11月2日閲覧。町田市、鶴川団地と周辺地区再生方針。町田市、2020年11月2日閲覧。町田市、鶴川団地と周辺地区再生方針。町田市、2020年11月2日閲覧。住居表示、町名地盤整理実施状況。町田市、 2020年11月2日閲覧。鶴川団地入居案内日本住宅公団南多摩営業所、1968年、PE8。鶴川団地賃貸借契約の締結及び入居者、説明会について、日本住宅公団東京支所、1967年、P2。文芸春秋2017年4月号、文芸春秋、UR に頼らない、商店街。 鶴川団地入居案内日本住宅公団南多摩、営業所1968年 P82021 年度第53回通常総会議案書鶴川2丁目住宅管理組合2021年91ページ鶴川団地入居案内日本住宅公団南多摩、営業所1968年 p 8 読売新聞1970年8月8日、長官 p 13、戦い果てなしシニアバス、朝日ジャーナル1971年2月号、朝日新聞社、ピアニッシモ、105から106、鶴川団地に、自主運行バス、市民1971年7月号、軽装処方、ピアニッシモ、197から201、都市近郊住民運動の立脚点 朝日新聞1972年12月6日、長官、P23、欠陥バルコニー直せ、住民、怒りの時期談判、鶴川団地50周年記念誌、鶴川団地自治会、2018年、P59、我が町大倉町田市大倉町長内会、2008年、P1、我が町大倉町田市大倉町長内会、2008年、P2、 我が町大倉町田市大倉町町内会2008年 p さん。ありがとうございます。